5連ガチャ半額セール行きましょう。ゴー。えい。さあ一発目は。はいどうもこんにちは。今日もですねライブアフターをやっていきたいと思います。前回バンコクホテルをクリアしましたので報酬を受け取りたいと思います。こちらですね、はい、金塊ですとか合金ナットですね、あとは黄色い袋と青色の袋、あとは戦闘熟練度が175,000、ありがとうございます。受け取りたいと思います。そしてあともう一個ですね、はい、こちら3級大型照準器、こちらもいただきましたので、はい、受け取りたいと思います。ありがたいよね。スナイパーですとかバズーカにこれ取り付けれると思いますので、こちらですね大型照準器を早速もうインストールしちゃいましょうか。うん、これでインストール、よしよし、どうせだったらちょっと強化しようかな。3級大型照準器ですけど、効果としましてはサンプ率減少が 3%、 クリティカル率が 2% か。おそらくは照準器よりも重傷を鍛えていった方がいいと思いますので、やっぱやめておきたいと思います。そしてですね、余ったアタッチメントが今3つあるんですよね。こちら小型重傷2つと、そして大型重傷1個、これらを合成して青色のアタッチメントを作りたいと思うんですね。さあこちら強化をして、さあこう合成では、使っていないアタッチメントを3つ選びます。1個2個3個、はい、そうすると合成成功率が 60% と出てきましたね。成功すると青色のアタッチメントを獲得できます。何のアタッチメントがもらえるんでしょうか。おそらくは重傷だと思うんだけど。そしてこれ保護素材っていうのがあるね。腎臓コアっていうのをこちら購入すると 10% 上がりますけど、ここはね無課金でいきたいと思います。ではですね、青色アタッチメントを手に入れるために合成をしていきたいと思います。1回金塊500かかるんだね。さあ合成、はい、どうだ。ん、何これ。あー、これはあれか、保護素材、つまりは腎臓コアを使ってっていう促しですね。自分はこれは使いません。一気にいくぞ。やったー手に入った。手に入ったのが2級小型重傷。もうすでに自分3級小型重傷を持ってるんですよね。じゃあですね、今回手に入れた青色の2級小型重傷は紫色に変えるために集めていきたいなと思います。はい、そしてですね、本日6月8日でございます。現在6月10日までは5連ガチャが半額セール、製法書がですね半額セールですので、さあ引いていきましょう。今回やるのは2回目だね。うん、5回引くと本来製法書が800枚使うはずが400枚で済むんですね。さあやっていきましょう。一応見ていこうか。前回ですね、めぼしいものを当てたのは DSR の製法書でしたね。普段ですね、DSR は使っていますので、強化することによって強くできますので、それは大変助かったんですけど、さあ次何が欲しいか。できればね、レベル4バリアとレベル5バリアあたりがちょっと欲しいかな。もうすでにバリアが壊れかかってるので、でその都度ちょっとね、高い金塊払って買うのは辛いので、できれば、製法書が欲しいです。じゃあ行きましょうか。2回目の5連ガチャ半額セール行きましょう。ゴー。えい。さあ一発目は。え、これサブマシンガン雪地盤。うわぁ、サブマシンガンとかこのゲーム終わってますからね。うわぁ、これ使い道ねえな。使い道ないけど手に入っちゃいました。じゃあ2つ目、次は武器 DSR 狙撃銃、前回当たりました。うわダブった、いきなりダブった。まあやってりゃそうなるんだろうけど。じゃあ3発目、次は。ん、あ、お、これいいんじゃないの。拡散機の上位互換のやつ、 X10A型拡散器。さあこれ普通のやつと比べてどう違うんでしょうね。さあこれはちょっと作ってみたいかな。そして4つ目、これは A2 アサルトライフルが手に入りました。今となってはもう使うことがないんだけど、まあ手に入ったということで。そして最後なんだろう。ん、
ドローンか。あ、もうでもこれはもうすでに手に入ったやつなんだね。わかりました。今回ね、手に入れて一番嬉しかったのはやはりこちら、拡散器ですね。 X10A 型拡散器、これはちょっとね作ってみたいですよね。通常の拡散器と比べてどのような効果があるのか、ね、楽しみですね。うん、